桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたが才の花や。何の情報が欲しい。登場界の100億、それに由美と水木って姉妹の情報だ。地図好大。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。よ、台北大有三級よ。表沙汰になってない殺しまで、すべて俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。おい。10年前、堂島の竜って言や相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。这里就看出了花商这个人是很有原则的，做事有一套逻辑在。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここは西の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。现在好了，现在好了。刚上传一瞬间变零。我好了。哎，我血还没补满。可我的补品道具很多啊，蛮可。いいか、キリュウ。これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもルールは素手である。高額な金の代償だ。強いやつ、準備ができたらまたな。我準備好了。我还没准备好。我准备好了。準備できたか。おっと、じゃあな。準備できたか。我不是暗示了吗？おっと。我靠腰。武器跟防具要拿掉。哦，不能装而已。我没有带武器啊，你在讲什么？配件应该可以装了。準備できたか。おっと。啊？真的要全部脱掉？啊，这个有差哦。準備できたか。せいぜい観客を。Ready, soon, gentlemen! ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国道、桐生一馬。迎え撃つは、ここまで2人勝ち抜き、米国第9殺人逃亡犯、ダニエル。さあ、時間無制限、ルールなし。You must die. You must die.快拳手风格。
没怎么看过耶。牛顿又要哭了，他可以把人打到浮空，然后在空中挥了六拳到七拳，然后最后有两秒的蓄力时间。这个照理说是在崩坏山才会发生的事情。哇，北投区的地震5.7级耶，好猛啊！太世界拳王，真的假的？啊，世界拳王在这边。好了，剩一个了，剩那个花商的终极手下，新的人龙哦，我也不知道他什么时候出了再说吧。よ、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです！我要馬上封。固定机好恐怖！切换模式，呜、哦！你作弊！次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。好，我们要从花商那边得到情报了。这个时候他的电脑还很小。東條界の百億と由美と水木って女の話だったな。東條界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だが。それを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。かもしれんな。
だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば百億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。百億を奪ったのは弓って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東条会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘ハルカか。なんだって？東条会は瑞希の娘を探している。ハルカ今俺と一緒にいるんだ。ハルカ、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かハルカだった。それがユミかミズキってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれがユミって女かミズキって女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、分かった。お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？这段超猛的。こいつ驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、地下何があったんだ。やつの行動をたどってみるか。やつの映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？啊、靠腰，小姚被抓走了！哇，一打还被开了一枪。靠！ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。一打我来了。哎，不知道这边多少伤？哎，一打一打，我来了！哎，这个模组还做的还可以。哎，一打我来了！哎呦，哇哇！你有看到那个瞬间吗？他转了三圈呢！一打，我真的来了。喂，伊達さん、すまねえ、ハルカが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。
もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。欸，我刚有点失忆，他们是因为伊达是警察的关系，还是他们被伊达抓过啊？这人怎么有点多啊？哦，都有都有，应该这些游民会觉得他们是被政府抛弃。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。被伊達举发。はるかさらったのは、可是我觉得花商应该现在混得不错啊，所以他没有找伊达先生报仇。よりによって真島の兄さんか。伊達さんは。だがそれ、その体じゃそれよりも霊だ。分かった。打击场在上方。可是抓小游应该并非他的本意，上面命令。就真岛不是这么无耻的人。马西玛。久しぶりやの、キリちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。キリちゃんならわかるやろなあ。おじハハ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 
ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。言うたやろ、キルちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。行くで、キルちゃん。キルちゃん、你把小兵解决掉，我人爆多了。哎，大哥，你怎么躺下了？对不起啊，推到你。哦。哇，我的气都没骂了，你知道吗？那我先嗑个药好了。哎、欸，我也是忘了穿装备的，影响不大、啊，影响还好还好。然后再装个保龄球怎么样？哎呦！中下。贯彻道具狗，来，资本主义的社会，我水就是比你多，怎样？哎，再踩一下就好，再一下。ついた。はるかを返せ。アホ。死ねや、キリュー。親父。なんで？キリちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのは。わしだけなんじゃ。マジム。親父。おい、救急車だ。早くしろや。おじさん。ハルカ。就他跑去找大叔的时候，那个棒球的运动中心那个机器。一颗球投过来，砸中瑶的头部，然后直接脑淤血。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれ。没关系啊，大叔，我知道你很废。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら
知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だキリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだから。これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守り。哦，这个坠饰我在位列里面看过，一把钥匙可以插很多洞。知らないおじさんは欲しがったのか。うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。这把钥匙是一把万能钥匙。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。何者なんだ一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。